こんにちは、シカです。今まで何度か動画では登場していましたが、今回はクリスマスの屋台デザインの描き方について説明いたします。こんな感じで色を変えてアレンジを楽しむこともできます。アレンジバージョンの色の作り方はこの動画の後半で説明いたします。意外と簡単に作れるので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは早速作っていきましょう。カラーパレットはどれでも大丈夫です。各カラー変更で必要な色を作りましょう。それでは使う色の紹介から。ホワイト、アイボリーその1、アイボリーその2、グリーンその1、グリーンその2、ブラック、ベージュその1、ベージュその2、ゴールド。以上の9色を使って描いていきます。まずはベージュ1を選択して ZR ボタンでミラーモードに切り替えます。下2マス目の中心からスカラップを描いていきましょう。さらにその上にもなぞるように描いてスカラップの線を太くします。アイボリー2でスカラップより上の部分を塗りつぶしましょう。次はグリーン1で葉っぱの部分を描いていきます。ペンを一番太いサイズに変えて、まずは横の中心線から下2マス開けた位置にポチッと、端にも印をつけて、その間の下のマスにもポチッと、この点同士がつながるように緩やかな U 字を書いていきます。少し不格好なくらいで大丈夫です。こんな感じで緩い波線ができれば OK。 一番細いペンに切り替えて、今度は葉っぱにギザギザを足していきます。下に向かって縦線を描き足すイメージで、難しく考えずランダムに描いていきます。なんとなく葉っぱがギザギザしていれば大丈夫です。ブラックに切り替えて葉っぱに影を描き込んでいきます。まずは下の部分だけにブラックを上書きして、今度はグリーン2に切り替えたらブラックの上に影を描いていきます。左の仕上がり見本を確認しつつ、気になる部分があれば調節します。葉っぱの上の部分にも影を上書きしていきましょう。
続いてはベージュ2の色に切り替えて、まずは中心線の下に横線を引きます。ドットも一つポチッと。ベージュ1の色で周りを囲えば、小さめリボンの出来上がり。両サイドにもリボンを描いていきます。まずはベージュ2で影を描いて、ベージュ1でリボンの形を作ります。再び影も入れつつ、リボンの足も描き足しましょう。これで大きめリボンの出来上がり。仕上がり見本を確認しつつ、気になる部分を再び微調節。ゴールドに切り替えて、葉っぱの部分に電飾を付け足します。今度はホワイトで空いてるスペースに足していきます。グリーン2に切り替えて、電飾の下のマスと右隣のマスに影をつけます。これも好みの問題なので、きっちり書き込まなくても大丈夫です。リボンの下にも少し影を足して、ここまでできたらあとは簡単な作業だけ。アイボリー2でストライプを描きましょう。まずは2本縦線を描いたら、そこから4マス開けて縦線を2本描きます。あとはこれを繰り返していきます。最後にパレットの一番右にある透過カラーを選択して、一番下のマスをバケツで塗りつぶせば、クリスマス屋台デザインの完成です。それでは最後にアレンジバージョンのカラー紹介です。まずはレッドバージョンから紹介します。ベースとなる色のレッド、ストライプのくすみグリーン、リボンとスカラップに使うゴールド、リボンの影に使う濃いゴールド、その他は最初に説明した色と同じです。続いてはグリーンバージョンのカラー紹介です。ベースとなる色のグリーン、ストライプのゴールド、リボンのレッド、リボンの影に使う濃いレッド、スカラップに使うゴールドを追加します。その他は最初に説明した色と同じです。いかがでしたでしょうか。参考になったよという方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回。ご視聴ありがとうございました。